私に？いつ？俺がやりやすいや。面白くなきゃいけないなんて。意見っていうのは正しいか正しくないかだと思ってた。これからパーティーに行くとこなんだ。面白い人がたくさんいるよ。愛する人を選ぶこと、それは人生で一番大事な選択だ。だから分かるふりをしてください。でないと彼女困っちゃう。そう、しばらく石の言葉が分かるふりをして彼女の話を聞いてください。そう、彼だよ。彼の音楽はどこ？君の頭の中。劇場の観客席に向かって開いてる芝居なんですよね。不特定多数の見えない相手に対してとか喋ってるような。僕が先、私が先、僕が先、私が先。物なの人なのどっち？なんか言ってよ意地悪。やかましい！何の音だ？なんだこの糸は？私の部屋です。部屋は禁止されてる。言ってやれ。地獄の門で僕が歌っていたのは君の名前だよ。何度も何度も歌ってたんだ。エウリディケ、どうして僕の名前を呼ばなきゃいけないの？エウリディケ。ごめんなさい。それ僕たち喧嘩もした。でもこんなの馬鹿げてる。左に曲がってフォレストローへ。スーブロック。右に入る道を一本通り越して戻ってきたのよ。もう聞こえないよ。遅かった。何を言ってるの？川に身を浸したんだよ。私のお父さんは川に身を浸したりしない。でもしたの。ウェイリングソングはもう作ってる。とっても静か。聞こえない。背景、オルフェ、ごめんなさい。私はどうしちゃったのかわからない。怖かった。でもまだあなたを愛してる。